急如律令。やっぱり私がいなきゃダメなんでしょう。臨、領、等、急急如律令。虫たちよ、タイマンか、の時間最初はどいつ一つかけてみるゲロか。ああ、新鮮な血。呪え、呪い、呪ってやるよ。私の一族は教え子たち、みんな踊り子だよ。水であなたの罪を洗ってあげます。兄さん、うるさい奴がまた来たよ。仮面はとっくに壊れているが、私を縛りつけるのは私の弱い心だ。臨、領、等、急急如律令。カエルゴック出撃。ああ、止まって止まって。やっと一息つけますわ。わしの逆壺より硬いものなど存在せんわ。虫たちよ、餌の時間じゃ。しんしんと雨が降る。私を呼んでいるようね。僕もここにいますよ。オイラがいないとダメなんだろ。ついに俺様の出番だぜ。臨、領、等、社、会、急急如律令。急げ急げ、おにぎりが俺を待ってるぜ。さあ、運試しと行くゲロか。それ以上私に近づかない。しんしんと雨が降る。私を呼んでいるようね。もっと遊びたいの。すぐ落ちちゃう。カエルゴック出撃。何くんは、尻尾で撃っちゃうよ。言ったはず、賑やかな場所は嫌いだって。領、等、社、会、急急如律令。鍛錬。はっ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 。僕もここにいますよ。銭貸してみな。わしの逆壺より硬いものなど存在せんわ。ついに俺様の出番だぜ。夢の中で何をしているの？それ以上私に近づかないで。紙すきの邪魔しないで。僕はここにいますよ。あそこの人おかしいな。あなたという花が咲き誇る日を楽しみにしているわ。仮面はとっくに壊れているが、私を縛りつけるのは私の弱い心だ。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。もういいかい。もういいよ。
遊ぶなら賑やかな方がいいよね。罪を背負うために生まれたもう一人の私。あなたは今夢の中で何をしているの？罪を背負うために生まれたもう一人の私。あなたは今私で夢の中で何をしているの？暗い空間に私の足音が響き渡った。あれに追いつかれちゃう。階段を登っているつもりだったのに気づくと下へと向かっていた。漆黒の闇の先に、あれの視線を感じる。とっさに部屋に身を隠す。手で口を塞ごうとして。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。荒い呼吸が部屋に響く。すると、壁にかかったたくさんの仮面が目を覚まし、一斉に私を見た。なぜまだいるのかな。あいつがもうすぐ来る。早く逃げた方がいいよ。仮面たちは私を逃がそうと障子を閉めて遠ざけた。でも鋭い刃が障子もろとも仮面たちを切った。体が落ちていく。これから自分はどうなってしまうのか。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。はっきりと分かった。もう逃げられない。私は目を閉じた。そして冷たい刃を待つ。しかし、いくら待っても痛みはなかった。代わりに、額に冷たく柔らかい何かが触れた。どこか懐かしくて、でも、よく知らない感覚。あれは、口づけだった。罪を背負うために生まれた、もう一人の私。あなたは今、夢の中で何をしているの？彼女が消えた。純真無垢で臆病なもう一人の私。大間が時に目覚める彼女は、月が昇ると同時にまた眠りにつく。
夢の中でも逃げていく彼女の足音は聞こえていた。罪を背負うために生まれたもう一人の私、あなたは今、彼女は夢の中で何をしているの？その方が良いのではないか。そうだ、人間の弱さがなくなればご主人様は最強のあやかしになれるんだ。仮面たちが口々に声を上げる様子に違和感を覚えた。その様子に気づいたのか、仮面たちはそそくさと試算する。コウモテだけがゆっくりと口を開いた。私たちはただ一つになることを拒んだ魂を、罪を背負うために生まれたもう一人の私、彼女自身の選択でもあります。夢の中で何をしているの？彼女を呼び戻したいのですか？でも彼女が逃げ込んだ夢にあなた様が受け入れられることはありません。そんなことくらいわかっている。たとえその手が罪によって血にまみれたとしても、彼女が私を認めることはないのだろう。私は彼女の罪を背負うために生まれた。私を認めることは己の罪を認めることと同じだ。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。私は彼女だ。固くなな態度に説得を諦めたのか、コウモテは彼女の夢へと連れて行ってくれた。彼女は寂しがり屋だ。そして私も。遊ぶなら賑やかな方がいいよね。罪を背負うために生まれたもう一人の私、あなたは今夢の中で何をしているの？